チャンネルへようこそ。はい、今回はですね、前回まで妊娠に至るまで、そして妊娠初期、中期、後期、出産の話をしてたので、今回の動画では産後の話、産後の入院生活についていろいろお話ししていきたいと思います。それではスタート。産後のお話をしていくんですけど、私が息子純を産んだのが佐賀県鳥栖市にある白水レディースクリニックという産院です。まあ、その当時私は夫の仕事で九州の佐賀県鳥栖市にいたので、もう自宅から歩いて行ける距離にあるその産院を選びました。里帰り出産をするかどうかもいろいろ悩んだんですけど、こういろいろ妊娠中、まあ、初期からいろいろですね、いろいろなことを夫と話しているうちに、やっぱり子育ては2人で始めたいという熱い気持ちがありまして、実家の離れたところ、引っ越し先である鳥栖市で産むことにしました。まあ、今回は私のお母さんが産後来てくれるということになったのでできたことなんですけど、その私の入院出産した病院は完全個室でした。で、個室でいろんな部屋のタイプがあって、和室があったりとか特別室みたいな部屋もあったり、内装もすごくバリエーション豊かで自分の好みに合った部屋を選択できるんですけど、その時のやっぱりお産って急に始まるものだったりもするので、まあ一応希望第1希望第2希望とか出しといて、その時に空いてたらその希望の順序に入れるっていう病院でした。初めての出産だったので、入院期間は5日間ですね。出産当日を0日目と数えて 1,2,3,4,5 日目に退院でした。で、私の場合は純が生まれたのがですね0時25分なので、0日目が出産当日がすごく長かったです。産後は6日間ぐらいいた感覚かな。で、その前の計画分娩の入院で陣痛来るまでの入院含めたら1週間以上入院してました。出産後じゃ0日目って数えて、当日12時半に産んでます、半ぐらいに産んでます。あれなんだっけ、もう記憶が危うい。出産って結構大変なことだし、体調が急変することもあるので、2時間ぐらいは LED じゃなくてLDR っていうあの部屋で私は産んだので、ちょっともう一回調べておこう。 LDR の部屋、まあ、あの陣痛から出産まで同じ部屋で同じなんか椅子が動くんですよ。まず陣痛がこう耐えてる時はちょっとフラットになってて、でも出産のこう息むタイミングとかになるとこう椅子が動いてっていう、陣痛から出産を同じ部屋でできるっていう部屋で産んだので、もう産後2時間ぐらいはだってその部屋で過ごしたのかな。なんかもう記憶がそのあたりはあまりないんですけど、その日寝たのが多分もう夜中の2時半とかそのくらいだったなんですけど、これが多分産後肺というものなんでしょうか。0時に産んでて、0時台に産んでて寝たのも2、3時だったにもかかわらず、もう赤ちゃんが生まれた喜びとかがこうワクワクしすぎちゃって、朝7時の新生児室のところに一人で、こう陣痛後でもう骨盤もグラグラですよ。で、体も陣痛に耐えてめっちゃ筋肉痛の中よたよた歩いて新生児室に張り付いて自分の子供の動画を撮ってたっていうのがありました。これがね、もう本当にもう出産これから控えてるお母さん気をつけてください。もうまず最初に簡潔に言うと、私のこう出産した病院は母子同室っていうわけでもなく、こう完全母乳っていうところでもなく、休める時に休んでくださいね。で、まあ、母乳指導もしてくれるし、お母さんが希望すれば母子同室にもすることができますっていう病院だったんですよ。で、そういう病院を私は今回はその家から近いっていう理由で選んだんですけど、そういう病院を自分の希望で選んだ方は入院してる間しっかり体休めてください。もうね、結構張り切りすぎちゃって、私がまあ0日目がすごく長いんですよ。まあね、丸1日あって、でもやっぱり赤ちゃんに最初から、ね、おっぱい吸わせると母乳がちゃんと出るようになるとか、
いうのを妊娠中にいろいろ調べてるわけですよ。なので、あ、もう0日目からおっぱい吸わせないと母乳出なくなっちゃうとか思って、母乳指導が入るのは多分1日目 ?0 日目はとりあえず体休めてくださいっていう日だったんですけど、もう0日目からナースコールをして、赤ちゃんにおっぱいあげたいんですけど、って言って、母乳をあげる指導を受けてたんですけど、気持ちが前のめりすぎて、もちろんね、それが良くて、その後ですけど、母乳の出が良くなったとかはあるかもしれないんですけど、2日目ですね、2日目の時に、0日目からやっぱり赤ちゃん生まれた後一緒に過ごしたいから助産師さんとか看護師さんに0日目1日目ぐらいゆっくり休んでくださいね、まあ、赤ちゃんも連れてくるので、で赤ちゃんに会いたい時はナースコールを押してくださいっていう風に言われたんですよ。なのでもう結構頻繁に押して会いたいです。で夫も練習が終わったら病室に来てくれるので、その度に赤ちゃんに会いたいですって言って、でミルクあげるのも一応3時間おきにあげるタイミングでお母さんあげますかっていう風に尋ねてくれたりとか、タイミングを見ていろいろ看護師さんとかが様子見ながら来てくれるんですけど、もう2日目の日ですね、私はもうその段階でなぜかわからないけど、あ、私この子と一緒に今後夜も過ごすんだ、あれ今まで日中しか一緒に過ごしたことない、え、私この子と一緒に夜一緒に過ごせるのかな、不安って思って、なんとそのタイミングで私は看護師さんに今日夜一緒にジュンと過ごしてみたいですって言ったんですよ。看護師さんはまだ無理しなくていいんですよ、お母様休める時に休んでしてくれればいいんですけどって言われたんですけど、私はいや、ママになったんでちょっと夜ちゃんと頑張ってみますみたいなことを言ったんですけど、これが大きな間違いでした。でそれがなぜ間違えていくかっていうと、私が日中見てた時間は寝てる時間になったりとか、機嫌いい時間に助産師さんとか看護師さんが様子を見て連れてきてくれたりとかもしたんですね。なのでいける、夜もこの調子だったらいけると思ったんですけど、その調子ではありませんでした。夜寝る時間になります、寝ますってなった時にもう夜中ずっと泣き続けましたね。で抱っこしても泣き続けたりとかで、ミルクの時間になってミルクあげます、その瞬間は泣き止むんですけど、全然寝てくれないし泣き止まないし、ずっと私抱っこして歩いてて、しかもまだ筋肉痛も残ってる、骨盤もなんかグラグラしてて痛い状況の中で抱っこして歩いてしてたら、看護師さんが大丈夫ですかって声をかけてくれて、大丈夫ですって言うんですよ。で何回か来てくれて、それがもう明け方の4時5時ぐらいかな、助産師さんがもう私がもうくったりしながら子供を抱いてるのを見て、見かねた看護師さんかな、助産師さんですね、助産師さんが、あ、無理しないでくださいって、やっぱり赤ちゃんは昼夜逆転したりとか、お腹の中から出たばっかりだからびっくりしちゃって、夜は結構泣くことが多いんです。で今はもう産後まだ2日目だし、この当時がちょっと私が血圧が高めだったので、血圧も高めなのでゆっくり休んでくださいって言われて、もうじゃあ今日はね、この時間までよく頑張りました、だからちょっと純くん預かりますねって言って、こうカラカラってどっかに行っちゃったんですよ。どっかにも行ってない、新生理室に戻ってたんですけど、もうその時になんかもう張り切ってた私の何かがプチって切れて、看護師さんが抱っこして受け取った瞬間に純泣き止んだんですよ。あ、その時のこと思うと今でも泣けてくる。その時のことがもうお母さん的にめっちゃ自分はお母さんとしてダメだみたいな感じで言われた気分で、まあ言われてないんですよ。言われてないんですけど、気持ちが多分産後のホルモンバランスもガタガタだし、そうなってるんですけど、私お母さんになったのに、この子のことまだ一日も見れないんだ、面倒見きれないんだと思って、あ、助産師さん抱っこして泣きやんだ、でどっか行っちゃったと思っても、その後助産師さんがパタッと閉めた瞬間から私はもうザーって号泣ですよね。病室で一人でバーって泣いて、もう枕でうーって泣いて、そんな思い出があります。不安定になってたんでしょうね。あとはなんかママになったことで張り切ってたけど、やっぱり助産師さんってもう今まで何百何千人新生児を
ね、扱ってきてるプロフェッショナルの方って今になったらすごくわかるし、あれなんですけど、その当時はやっぱり張り切りすぎちゃってて、で、なんか前のめりすぎて、全然、なんか気持ちが不安定すぎて、めっちゃ泣きました。なので多分これから産むお母さんとか、なんかそういう風に思ってて、なんか私だけかなと思ってる方、安心してください。私、泣きました。めちゃくちゃ号泣しました。で、もうその後が体の変化的になんですけど、もともとちょっと高血圧気味ですねって言われたんですけど、その日が朝4時、5時ぐらいまで起きてて、朝起きてから3時間おきにおっぱい飲ませる練習したりとか、ミルクの時間に赤ちゃんが来るんですけど、寝てないじゃないですか。一気に血圧上がっちゃって、高血圧の薬を飲み始めました。初めて自分でも高血圧って怖いんだなって思ったのが、もう頭もドクドクいってる感じするし、心臓もなんか動悸もするし、体も全身むくんじゃって、ここにちょっと出すんですけど、出産後の写真を撮ったんですけど、この手、むくみマックスの手、なんか今までになったことないぐらい、なんかクリームパンみたいになっちゃって、体がもう悲鳴を上げてました。はい。多分本当に体を休めた方が良かったんですけど、もう本当にこれで学んだことが、入院中助産師さんの言う助言は聞くこと。もう休める時に休んでくださいね。そういう病院だったから私の病院は。本当に休むべきだったと思います。これから出産を迎える方、産後はしっかり体休めてください。そしてまあ、プレママとかが気になるあるあるとしては、母乳のことですよね。今まで母乳が出るという経験をしたことがないから、それどういうことなんだろう、何がどうなったら母乳が出るんだろうってすごく思うと思うんですけど、私の場合は妊娠中もこう胸が張りますよとか言うけど、正直そんなにめっちゃ胸張ったなっていう印象はなくて、張ってたとは思うんですけど、それ以上に体重も自分の中では増えてて、ちょっと体型も変わったから、あ、だからちょっと胸張ってるのかなぐらいで終わってました。で、ちょっと妊娠中に感じていた胸の張り、あれには気にならないぐらい、もうおっぱいが岩みたいに硬くなる日がやってきます。しかも私はまだ母乳が出てなかったんですよね。出産して0日目からこうおっぱい吸わせてハムハムこう赤ちゃんが吸うことによって、その刺激で母乳が出るみたいな感じらしいんですけど、私全然出てなくて、1日目2日目3日目もうほとんどミルクですね。もう練習だけしてミルクでこう赤ちゃんに順に、ね、ミルクを飲ませてました。で、3日目の夜ぐらいからおっぱいが歪むたびにガチガチになったんですよ。ガチガチすぎるか、触ってもパツパツって、パツパツじゃない、ガチガチで、しかも痛い、熱持ってるけど、まだ母乳は出ないからこの中に溜まってて、めちゃくちゃ痛くて、助産師さんにおっぱいマッサージをお願いしたりとかしてケアしてもらったんですけど、全然母乳もその後もうおっぱいは張るけど出なくて、やっと母乳が出始めたのが4日目の夜か5日目退院する日の朝ぐらいですね。そのくらいからなんかピューってこうちゃんと飲める量が出るようになって、なんかそれまではおっぱい母乳をあげて授乳してこう胸がすっきりする感じとかが全然なくて、退院する日にこう最後のこうチェックで母乳のあげ方どうかなとかチェックした時に初めて順と授乳してて、あ、すっきりした、あ、飲んでくれてるんだ、これは今まで岩みたいにガチガチだったおっぱいがやっとこうスーッとスッキリしてくれたっていう、まあ、これが早いのか遅いのかは全然わかんないんですけど、私は5日目でしたね、初めての出産を。で、早い人は本当1日目2日目から出る人もいるらしいんですけど、やっぱりね、それは個人差なので、はい、焦らずゆっくりがいいかなと思います。退院の時もそうですね、張り切ってた産後肺がやっと5日目ぐらいから疲れが出始めるんですよ。で、その病院に階段があって、いろいろ荷物とかを車に乗せに行ったりとかして階段を上がり下がりしたんですけど、もうその時で辛すぎて息が上がったりとか、もう一気にもう1回階段往復しただけで、もう私体力がとか、もう疲れがすごすぎて、もう産後のママは本当に無理もせず休んだ方がいい、これにつきます。で、この時私はですね、東京からお母さんが来てくれてたので、いろいろケアしてもらいながら、サポートしてもらいながら、いろいろ
できたんですけど、こう私は産後で学んだのは本当に休める時に休む、そして出産と育児が始まって毎回思うんですけど、自分を人と比べないこと、これはすごく大事かなと思います。体なんて一人一人全然違うし、子育てを始めてからもその住んでる環境だったりとか家族構成が違ったりもするから、本当に誰かと比べることをやめた方が育児はうまくいくかなと思いました。いろいろよく入院バッグのなんか紹介とかもあって、そういうもうスタンダードなものを私はこう見ながら準備したんですけど、私的にこれはあってよかったなって思ったのがホットアイマスク、よくあの1個ずつのあるじゃないですか、あれがめちゃくちゃ良かったです。あの箱を買ってきてもらって、やっぱりお母さん3時間おきに起きてますので、授乳で、そう短い睡眠時間でも20分30分あ寝れると思った時にホットアイマスクをこうして寝るだけで目の疲れも取れるし頭もすっきりするし、私的に役に立ったって思ったのがホットアイマスクです。で、まあ、ちょっと話は前後しちゃうんですけど、出産の時にあ私これしててよかったなっていうのを思い出したので一個話しますね。それがマユティントです。まあね、マユティント、なぜ良かったかっていうと、赤ちゃん産んだ後ってすぐ記念写真撮りません？こうやって私も撮ったやつこちらに出すんですけど、これこの時に眉毛がないと嫌だなって私思ったんですよ。私が使ったのはフジコのマユティントを、結構妊娠後期入ってからは3日に1回ぐらい塗って寝て、朝ピリピリって剥がして、そうです、入院する前の日にして、出産が2日後だったのでちょうどいい眉毛が残ってる状態で産後の写真を撮ることができました。産後の入院生活についてお話ししてきました。妊娠、出産、そして産後ですね、産後の入院生活のお話だったりをしてきたんですけど、もうほんと人それぞれだと思うので、私の動画が皆さんの役に立ったらいいなと思っていろいろお話しさせてもらいました。長い動画になったんですけど、見てくれてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。